隠れた名所だと思ってたらお客さんいっぱいだ。わあ！それは聞いてない。さあ、一緒に行こう。皆さんこんにちは。今回は東京都はあきる野市 JR 五日市線の武蔵五日市駅に来ています。冒頭でありましたように、車では近寄れない場所。そうなんです、入り口の近くに駐車場がない。で、近くにコインパーキングがないか探してみたんですけど、ちょっと見つけられなかったので、片道300円のシャトルバスに乗っていきます。行きは後払い、帰りは先払いです。目的地に近づくにつれて、アジサイがほらほらほら増えてきたよ。続きが気になるわって方、チャンネル登録お願いします。またインスタグラムへのフォローもよろしくお願いします。はい、今回の目的地、南沢アジサイ山に到着です。入山料と行きのシャトルバス代を支払います。帰りのシャトルバスは時間で予約することもできます。でも後々予約時間の変更はできないので、よく考えて時間を決めてね。南沢あじさい山って地図にするとこういう感じになります。ここ受付でぐーんと上がって下ってくる。今回私が歩いた道をスタスタ歩いて40分ぐらい。私みたいに動画撮ったり写真撮ったりって楽しみたいんだったらば、1時間ぐらいあるといいかな。お、早速ハート型のアジサイ、ほらハートに見えるでしょ。うん、かわいい。この南沢アジサイ山っていうのは、この地に暮らしていた南沢忠一さんという方が、ご自宅からご両親のお墓までの道のりをアジサイの花でいっぱいにしようとして、アジサイを植えたのが始まりだと言われています。一人でアジサイを50年間植え続けたっていうんだから、これはもう現代版の花咲かじいさんよね。そして見て見て、アジサイの花の一つ一つが本当に大きいの。顔の大きな私の横に並べても私より大きいと思わない？アジサイ山はコンクリート舗装されていませんので、お越しの際はスニーカーやトレッキングシューズで行かれるのがいいかと思います。また足腰に不安のある方はストックを持って行かれてもいいと思います。南沢忠一さんの畑にやってきました。何が植わってるかな。おー、アナベル。大きなアナベルがいっぱい。私の顔アナベルより小さいの。小顔やろ。隠れた名所だと思ってたらお客さんいっぱいだ。アジサイ山を作った南沢さんのお家は、アジサイ山の入り口のすぐそばにあって、そこからとぼとぼ歩いてご両親のお墓まで行くんですけども、結構ねすぐ到着しちゃうんですよ。ほら。で、ご自宅からご両親のお墓までの道のりをアジサイでいっぱいにするのに10年かかりましたとのことなんです。アジサイ山は南沢さんが50年かけて完成させたもので、50種類1万本のアジサイを楽しむことができます。南沢さんはどうしてアジサイをこんなにたくさん植えようと思ったのかな。さっき見たお墓は一族のお墓って感じだったよね。正解はわからないけど、アジサイって小さな花が
たくさん集まって一つの花になってるでしょう。これってまるで家族みたい。ひょっとして南沢さんはアジサイの花を見て一家団らんで楽しかった日々を思い出したのかな。アジサイ山の折り返し地点に到着しました。なんだこれ、山頂？そうなんです。アジサイ山はこんぴら山のふもとにありますので、登っていけばこんぴら山の山頂に着いたのかな。え、山登りもできたかもしれないってこと？それは聞いてない。準備はしていなかったのでターンして帰ります。一家仲良く語らう山。アジサイ山を作った南沢さんは家族で過ごした楽しかった日々をアジサイで表現した現代版の花咲かじいさん。家族への愛が溢れてるなぁとプリンは勝手に思っております。マイクロバスに乗って帰る前に一休憩と寄ったのは深沢小屋。まるで絵本で見たかのような山小屋感、いいでしょう。美味しいクリームあんみつで元気を出して、また次のお散歩へ出かけたいと思います。このチャンネルを気に入っていただけた方は、プリンとお散歩のチャンネル登録をお願いします。まずチャンネル登録というところをタップ。登録済みとなれば大成功。次に横のベルをタップ。すべてをタップ。新しい動画が出るとすぐにチェックすることができます。気に入っていただけた動画にはいいねのグッドマークをタップ。高評価をお願いします。